皆さんこんにちは、ひなです。イエイ、よろしくお願いします。はい、今回は私のインスタトレンド企画で質問を募集したので質問返しをしていきたいと思います。ではレッツゴー。今身長は何センチですか？何センチになりたいですか？今は 149.5 センチ、理想は160センチです。お気に入りの香水はありますか？あとおすすめのスキンケア商品、香水はこちらのザラのワンダーローズっていう香りの香水を使っていて、おすすめのスキンケアはこちらのミルクバブルエッセンスっていうのがおすすめです。お気に入りのリップ教えて。メイビリンのカラーセンセーショナル PK641 です。ひなちゃんを動物に例えると、見た目はウサギ、中身は猫って言われます。可愛すぎます。反則です。そういう風に言ってくれる方が反則です。焼肉以外に好きな食べ物ある？海藻サラダ、チーズ、お寿司、おにぎり。好きなおにぎりの具は何ですか？唐揚げとおかかチーズ。ひなちゃんの好きなお菓子とかありますか？ミンティアのグレープとじゃがりこと、あと31のチョコレート。好きなサンリオキャラクターは？こちらのポチャッコとタムギョドンです。好きな色は何ですか？黄色です。あとは灰色、白、黒、ベージュです。お気に入りの文房具はありますか？パイロットのジュース短縮ボールペンですね。あと手帳です。今ハマっているゲームはある？あつ森と荒野行動です。一番尊敬している人、パビーとマミーです。ひなちゃんの憧れの人は誰ですか？北川景子さんと、あと本田翼さんと広瀬すずさんです。憧れているモデルさんは？みちょぱさんとゆきぽえさんです。最近よく聴く曲と好きなアーティストがいたら教えてほしいです。最近ハマっている音楽は何ですか？よく聴く曲は春を告げると、証と、あとは僕のことですね。あとは、洋楽とラップです。で、ハマっている曲はオールドスクール系のヒップホップと歌詞のかっこいい曲です。最近おすすめの曲、ハジさんの証とヤマさんの春を告げるです。カラオケでよく歌う曲はありますか？歌ってみたい曲でも OK。 歌ってみたい曲はちゃんみなさんのネバーグローアップとヤマさんの春を告げるです。ひなちゃんの得意料理は何ですか？だし巻き卵とハンバーグ。チャレンジしてみたいお料理はありますか？ブリの照り焼き。可愛さの秘訣は常に可愛くなりたいという気持ちを持つこと。好きなタイプ、面白くて男らしくてパピーみたいな人です。パンダさんは好きですか？動物のパンダは好きです。聞きたいこと山ほどあって困る。今まで撮ったことのある賞はどんなのがある？キラチャレ2014でニコプチキッズ賞をいただきました。それが今のお仕事を始めたきっかけです。お気に入りの写真は？これ。日々気をつけていることは何ですか？やることを忘れないようにトゥードゥーリストを作っています。スターダストに入るために頑張ったことは何ですか？いつも応援してます。ありがとうございます。前に個人でインスタをやっていて、そこからスカウトしてもらったので特別なことはしていないです。でも面接とたくさんの大人の前で踊ったりはしました。事務所の尊敬する先輩は？特にだったら北川景子さんと本田翼さんです。自分の顔の好きなパーツは？目。まだ誰にも言ったことない秘密は？秘密はないです。子役？子役？今一番極めたいこと。一番は難しい。ダンスとメイクとネイルとおしゃれとかいろいろあります。これから挑戦してみたいことはありますか？ギターかな。アクロバットはできますか？できません。5歳ですか？いえ、13歳です。アンジュって呼んで。アンジュー。ねずこコスプレまだ？今のところする予定はありません。ハンナってあだ名つけてください。じゃあハンハナちゃんで。ダンジョンの時からずっとひなちゃんのこと応援してます。大好きです。ありがとう。これからもよろしくね。ひなちゃんと同い年です。同級生だ。よろしくね。おうち時間何してますか？いつも家で何してる？ダンスをしたり、写真を撮ったり、お料理をしたり、学校の課題をしたりしてます。学校の課題はありますか？山積みです。課題の進み具合は？
早めに終わるように頑張ってます。でも投稿するたびに、課題が増えます。勉強ってどんな感じでしてますか？自分の机でやる気メガネをかけてやってます。ひなちゃんのここが一番最強説な部分、こと、もの、エピソードとありますか？トゥモローも最強説で。駅にある多機能トイレを聞いて、多機能あるおトイレだと思ってってことです。大好き、ありがとう。ひなも大好きだよ。ひなちゃんピアスですか？見てください、ピアスです。お気に入りのピアス教えて。男子がつけても似合うようなアクセサリーも紹介してほしいな。ひなちゃんがいつもつけているネックレスが気になる。ひなちゃんのお気に入りのアクセサリー見たいな。はい、お気に入りのピアスはこれで、ネックレスがこれです。あとこのブレスレットですね。で、全部マーク・ジェイコブスのアイテムなんですけど、ネックレスは男子もいけるんじゃないでしょうか。アクセを選ぶ時のポイント、こだわりは色、服との組み合わせ、ブランド、形など。ビビッとくるものを大体選んでるんですけど、シンプルでお洋服に合うようなもの。田舎だからおしゃれな服売ってないの。服や小物で おすすめの通販サイト教えて。ひなの好きなベルシカです。しっかり者のひなちゃんですが、私まだ子供だなって思う瞬間はいつ？家の中ではいつも子供です。ひなちゃん、次やりたいおうちカフェは何ですか？ワッフルパーティーです。ひなの顔はつぐみちゃんに似ています。朝ドラのつぐみちゃんかな。アカウントは何個あるんですか？何個？アカウントは事務所管理なので一つです。カメラアプリ何使ってる？ほぼノーマルカメラを使ってます。あとはソーダとスノーを使ったりもします。どんな加工してるの？インスタに上げてるのはほぼ無加工なんですけど、たまにスノーとかソーダを使ったり、あとはリングライトを使ったりしています。ひなちゃんの携帯のアイデア予測変換が見たい。携帯で今撮影してるので、さっき確認したのでそれ発表します。あ、ありがとうございます。インスタ投稿う嬉しいです。エアロビー お疲れ様です。見事に全部お仕事関係でした。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と、あとは高評価、コメント、チャンネル登録してくれた方は通知も忘れずに。ではひなでした。またねー。